はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日は夏ということで子供も喜ぶそうめんアレンジレシピを作っていきたいと思います。ちょっと我が家に流しそうめん機買ってみたんです。せっかくならこれをね使いたいなと思って、そうめんならパパッと作れるし、お歳暮とかで送っていただいたりなんかして、そうめんレシピがねすごく多いんですよ我が家。なので今日はそうめんのアレンジレシピとして皆さんにご紹介していきたいと思います。そうめんって茹で時間短いからいいよね。子供がお腹空いたらってもさっと入れてさっと出せるから。で、今日使っていく食材、お野菜はまず大根、長芋、みょうが、ズッキーニ、オクラ、人参、えのき、お肉は安くなってた国産牛肉切り落とし、これを使います。パパッとじゃあやってきます。はい、まずはそうめんのタレに使っていくオクラの下処理をしていきます。ヘタを取ったら包丁でガクを取ります。はい、塩茹でしていきます。オクラ茹でてる間にね、後で炒めていくお野菜もどんどん切っていきます。まあ、夏野菜といえばズッキーニー。あ、間違えた。ズッキーニは半分にしてこんな感じで切っていきます。私ね、ズッキーニは生で食べるの好きなんだよね。意外に美味しいんですよ、生でも。今パパとうーちゃんはお風呂に入ってます。今日うーちゃんがめちゃめちゃ帰ってくるの遅くて、いつも学校の門を出たらね、今出ましたっていう通知がね来るようになってるんだけど、出た時間と最寄りの駅に着く時間がすごい遅くて、電話しても出てくれない、でメールも返ってこない、で GPS の契約がいろいろ手こずってて今できてない状態で、 GPS で追えないっていう今状況で、すごい心配で、めっちゃ鬼電したら今電車だよみたいな私の心配をよそに、すごい冷たいじゃんと思ってなんか入学式当初はさ、一人で電車乗るの不安だよとか言ってたのに、もうさ最近はもうついてこなくていいとか、メールもメールですごいそけなくなってさ、でも帰ってきたら帰ってきたで、今日ねすごい不安だったって言っててさ、なんで遅くなったのかっていう理由もそこで聞いたんだけど、まあなんかお友達の声がけ、まあ、いろいろ理由はあったんだけど、前も一回あってそういうことが、やっぱ不安ですよね。やっぱ GPS 早くちゃんともう一回契約し直さなきゃいけない。どこにいるか分かんないと迎えに行けないし、さすがになって思っちゃった。はい、みょうがをここに入れます。このね流しそうめん機ね、薬味とかを入れるお皿があるからすごくいいなと思いました。オクラ上がります。うーたん週2でバレエやってるんだけど、そのうちの1日が木曜日なんだけど、今日木曜日でさ、で5時からやるんだけど、それも間に合わなくって、今日バレエに遅れちゃうから早く帰んなきゃいけないんだよって内心思いながら、すごい焦って帰ってきてたみたいなの。メールではなんかそんなさ感じじゃなかったからびっくりしちゃった。自立するの早いよと思ったけど、不安だったって言って帰ってきたからなんか安心した、その一言で逆に。人参は細切りにしていきます。うん、こんな感じで適当でいい。で、あと大根、この葉の部分だけ今日購入してきたんだけど、大根は葉の部分、真ん中の部分、根の部分って辛みとか甘みも全然違くて、葉の部分は甘みがあって辛みも少ないので、大根おろしする際とかにすごく向いてます。で、今日は炒め物に最後火を止めた後に大根おろしを絡めるので、おろしにしていきます。これだけで汗かきそう、あっつ。これはちょっと浅漬けにしようかな。一丁切りに切ります。カボスソルトっていうのがあって、これで揉んでおきましょう。お塩にカボス絞ってもいいし、レモン汁絞ってもいいし、これで置いときましょう。いい感じにしんなりしましたね。白だし、うーちゃんの大好きなえのき、これを半分に切ります。そ
して耐熱ボウルに入れます。ほぐしてほぐして、ここに長芋を入れるんです。長芋は短冊切りにしようかな。これもボウルへ。生でっていうよりかはちょっと火を通してあげるとホクホクするじゃないですか。なのでこれも一緒に電子レンジで火を通していきます。ここにお酒をちょろちょろちょろ、塩で、バターも入れましょうね。ちょっと切りすぎましたね。これ半分でいいかな、このぐらい。はい、これで電子レンジで2分半まず加熱してみます。はい、2分半加熱したんですけど、いい感じですね、すでに。そしたらここにたっぷりごま、だし醤油、ツナ、ちょっとだけ鶏ガラスープの素入れます。混ぜます。食べてみます。めっちゃ美味しい。完成。ではそうめんに絡めるつゆを作っていくんですけど、めんつゆはねもちろん使うんですけど、我が家で大好きな大将の秘伝焼肉のタレを隠し味に入れます。この焼肉のタレは醤油ベースにニンニクとリンゴの甘み、そしてごま油の風味がとっても食欲をそそる味なので、これをね隠し味に入れてあげるといいですよ。そうめんって結構さっぱりしてるから、ちょっとガツンと食べたいなっていう時とかはすごくおすすめだし、子供にもめちゃめちゃいい。もう普通にめんつゆとお水も入れて、こちらを入れます。大将結構我が家で使うんだけど、鍋の素とか。この焼肉のタレ超美味しい。こんな感じ。めちゃめちゃ美味しい。ニンニクがいい感じ。結構味がガツンとするので、ここでねオクラを入れてあげるんですよ。オクラのねネバネバが加わることで、よりそうめんにしっかり絡んでくれるし、味のガツンとさの中にちょっと夏らしくさっぱりとした要素もプラスできるから、このオクラも結構ね重要なんです。体にいいしね。こちらを入れます。絶対美味しいでしょ。思いついた私天才って感じ。こんな感じです。牛肉の細切れに塩コショウします。はい、続いては牛肉と先ほど切った人参、ズッキーニの炒め物を作っていきます。まずフライパンにごま油をひいて牛肉を焼いていきます。そうめんをつゆにつけるだけじゃ飽きるので、お供にこういう付け合わせも作っておきます。で、さっき切った人参、ズッキーニを入れて炒めます。ズッキーニと牛肉の相性すごく抜群です。そしてここに大将の秘伝焼肉のタレを加えてさらに炒めます。この焼肉のタレは醤油ベースなので、味はしっかりしてるんだけど濃すぎず強すぎず、とっても食べやすいんですよ。でさらにリンゴの甘みでコクが出て、味付けに困った時はだいたいこれを使えば何だって美味しくなるし、いろんなアレンジレシピに使えるほど汎用性が抜群なので、すごいおすすめです。和え物、炒め物はもちろんスープ系にもね使っていいです。子供も好きな味なのですっごいよく使えます。おつまみレシピにももちろん最適です。そして白ごまを加えます。最後に大根おろしを入れるんですけど、消化も助けてくれる効果があったり栄養価も高いです。葉の部分は甘みがあって辛みも少ないので、大根おろしでそのまま食べるのがすごく最適なんですよ。ただ熱に弱いので火を止めてから混ぜ合わせるのがポイント。完成です。ちなみに前回の料理動画でもアップしたこちらのピーマンときゅうりの読みつきあえも、この大将の秘伝焼肉のタレ、ごま油、塩だけで味付けしたんだけど、すっごく美味しかったです。こういう和え物とか炒め物、スープ系、何でも汎用性が効きます。最後にそうめんを1分茹でます。完成しました。この人ちゃんとここまで入れたんだ。結構うるさいね。なかなかこれカメラ結構やばくない？確かに。結構バカ。お、つかめ、つかめ、つかめ。よし、よし。いけ、つかめ。おー、いけた。美味しかった。そうそうそう。いけ、いけ、いけ、いけ。うわー。
ただきます、はい。うん、うん、まっ。これね、焼肉のタレ。あ、入れてんの？どこに入れてんの？ここに焼肉のタレ。いや、これだいぶ美味しい。うん、めんつゆに入れてるだけ。うん、すっちゃんどうですか？じゃあこちらも入れです。これに、あきたらこれ入れて。あー、なるほどね、うん、いいね、うん、めっちゃつゆうまいわ、ね、うん、頑張れ、持ってって持ってって。あー、つゆ、うん、上手。ヘッピーさんです。焼けました。焼けました。おいた、これ今切ったの。ふーちゃん好きじゃん、これだよ。いやー、美味しい。美味しい。シーチキン巻いてるんだ。そうなの。うん、最後スネーキいきます。はい、どうぞ。頑張れ。頑張れ。おー、痛い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 。おー、そのまま。よし。オッケー。はい。はい、ということで今日はレシピで使っていたダイソーの秘伝焼肉のタレ、こちらはとっても汎用が効く調味料なので、ぜひ皆さん使ってみてください。私の料理動画ではよくこういう便利な調味料を使って簡単アレンジレシピを作ってると思うんだけど、これも醤油ベースだから和風にも洋風にもすごく使いやすいなって思いました。ニンニク風味もしっかり感じるので食欲そそられる、ご飯が進む味付けになります。一般的な焼肉のタレと違って575g と容量も多めなのでたっぷり使えます。この動画を見てくださっている視聴者さん限定のプレゼントキャンペーンも開催中なので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。バイバーイ。